お元気ですか、ボクシュビです。今回はエポックプレミアム2023阪神タイガースプレミアエディションベースボールカードの開封動画です。今回はね、このワンパックスカード6枚入りワンボックス6パック入りくらいですね。こちらのですね、なんと2パックもね、購入いたしました。これで、ね、計、カードね、8パックになりますのでね、4パックずつ前編後編に分けてやっていきたいと思います。まずは前編の4パック開けていきたいと思います。では最初の前編4パック開けていきたいと思います。ではいきます。まずは1袋目いきたいと思います。伊藤隼太選手です。桑原健太郎選手です。岩崎嗣選手です。鍵谷蓮選手です。で、こちら、佐藤輝明選手のねカードでございます。戸井玲治選手でございます。2袋目でございます。で、岩崎嗣選手です。で、こちらですね、森下翔太選手のキラーカードでございます。昔ね、カードだと集めてた時はね、これヘッドとか言ってましたけどね。で、島田海里選手のこちら銀箔サインカード付きでございます。西純也選手でございます。伊藤正史選手でございます。で、カイル・ケラー選手でございます。3袋目でございます。加藤康介選手でございます。で、こちら、森下翔太選手のねカードでございます。森下翔太選手でございます。島田海里選手でございます。加納圭介選手ねのカードでございます。で、岡田彰布選手でございます。で、最後の、ね、前編4袋目開けていきたいと思います。島本博也選手でございます。渡辺裕太選手でございます。14番岩貞裕太選手でございまして、48番ですね、これね、茨城秀俊投手の金箔サインカード付きでございます。こちらがですね、50分の17となっております。こちらでございます。で、いつぼひなせ選手でございます。で、最後に坂本誠志郎選手でございます。はい、以上でございます。以上でエポック2023阪神タイガースプレミアエディションベースボールカード開封動画前編を終わりたいと思います。で、後編の方もね、直筆サインカード出る確率が高くなっておりますのでね、ぜひご覧ください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。